熱々のお皿に盛り付けられていくたっぷりのお肉、これをパンに挟んでいただくのが最高の食べ方なんです。美味しいコッペパンをさらに美味しく食べるために生まれた牛すじ肉の赤ワイン煮込みをご紹介します。道場門前商店街のすぐ近く、レンガ造りの入り口を上がった2階にアーリンさんはあります。なんだかジブリに登場してきそうな入り口がワクワクしますよね。おしゃれな雰囲気ですね、うん、アーリンさんは店主のアリさんの作る料理が食べられるお店です。煮込みに使うのは宮崎県産の牛肉で、カッパと呼ばれる筋のついた赤身の部位です。これを下茹でしてから水で洗っていきます。アクがついてるですからね、アクとか汚れとかは取っていきたいんで切っていきます。一口大に切ってからたっぷりワインを入れていきます。本当にたっぷり入れてますね、まだ入れる、いやまだ入れますよ、いつもより多く入れております。嘘です、いつも入れてます。嘘かい、よいしょアリさん楽しい方です ね、もうほんとずっとこんな感じで楽しませてくれました。さあ、お肉とワインを入れた鍋が沸騰してきました。ではアクを取ってまいります。アク取りをして美味しくなるのです。今からはお肉を柔らかくなるまで煮ます。ではまた、私は寝ます。またまたご冗談を寝ちゃうの、あれアリさんジョーク2です。そうです、赤ワイン煮込みを作るのにトータルで3時間はかかるので、まあ、ゆったりした気持ちで待つほど美味しくなるよということでしたね。冗談というか本当に寝てますよほら、お肉も柔らかくなってきたようですよ。じゃあここから仕上げなんですけども、それは内緒、内緒あら、かわいい、あまりいろいろは入れていないそうなんですが、それが何かは内緒です。どうぞ、いろいろ秘密のものが入りましたんで、ここからはあと1時間ぐらいですね、煮込むのは。まだ煮込む、しっかり煮込んでいい色に変わったら、お客さんに出すための仕上げをしていきます。この鍋からこっちを小鍋に移すんですか、1人前ほど。この鍋の状態ではまだお客さんにお出しできないんですよ、シャバシャバすぎてコクもあんまりないし、それを今煮詰めることによって完成品のコクと濃度を出すわけです。この牛すじ肉の赤ワイン煮込み、実はこちらのパンに合わせるために作ったメニューなんです。このパン、山口市中市町にある生き残ったものの掟という個性的な名前のパン屋さんのコッペパンです。すごい名前のお皿に芽キャベツとたっぷりのお肉を盛り付けます。生クリームと黒胡椒、パセリをかけたら牛すじ肉の赤ワイン煮込みの完成です。いや、素晴らしい。まずはお肉だけでいただきました。熱そう柔らかいし、牛の脂もまた美味しいで、あと甘みとかフルーティーさ、爽やかさ感じるんですけど、それ多分この赤ワインがしっかり使われてるからなんですよね。続いてはコッペパンに挟んでいただきます。いや、この組み合わせ気になりますよね、おいしい。まずこのパンが美味しいんですよね。すごくふわふわなんですけど、牛すじワイン煮込みのソースを吸ったら滑らかな舌触りになるんですよ、シュワって。もう本当に美味しいですね。うまそう。でもあのパン何やっても美味しいんですよ。サンドにしても美味しいし、物につけても美味しいし、最強のパンです。そのパンを怪我さないようにやらさせていただいております。ありがとうございます。美味しいパンと牛すじ肉の最強の組み合わせ、皆さんもぜひお試しください。アーリーさんは道場門前商店街のすぐ近く、山口市コミュニティバスのバス停、道門パーク前のすぐそばです。夜の営業時間の終わりはアリさんの気分次第だそうです。気分次第、はい、
定休ですので、インスタグラムでチェックしてくださいね。